ここまで来れたのも皆様のおかげですので、めちゃくちゃ感謝しています。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回は動画のタイトルの通り、僕が YouTube を始めて2年経ちました。いや、これは本当にめでたいです。ただ、今年僕これといって、なんか、いい1年じゃなかったなって思います。まあ悪いこともあったんですけど、いいこともありました。まず MacBook Pro 買い替えたり、使用しているカメラを変えたので、2020年の後半は動画の撮影機材を集めるのに結構頑張ったと思っています。2021年は絶対に2級建築士を合格したいです。ちなみに今年 YouTube ではこれといって目標決めてなかったんですけど、今チャンネル登録者数が去年の倍増えていました。いや、これは本当にすごいと思ってます。ここまで来れたのも皆様のおかげですので、めちゃくちゃ感謝しています。来年こそはいい1年にしたいと思っています。はい、ではここから僕がブラックフライデーで購入したレゴを紹介します。今回全部 Amazon で購入しました。全部で3つ買いました。まず1つ目はこちら。はい、こちら2020年レゴシティアドベントカレンダーです。はい、今年もレゴアドベントカレンダーを開催します。ちなみに本当はレゴスターウォーズのアドベントカレンダー2020年バージョン買いたかったんですけど、もうどこにも売ってないので、今年もレゴシティのアドベントカレンダーです。では続いて2つ目はこちら。はい、こちらレゴシティアイスクリームのワゴン車です。はい、こちらもブラックフライデーセールで安く売ってたので、こちらも買いました。はい、そして最後の3つ目はこちら。はい、こちらレゴスピードチャンピオンランボルギーニと忘れました。はい、すいません。とりあえずこれも買いました。これブラックフライデーセールで8000円が6000円で売ってました。これはすごいお得だったので思わず買いました。はい、こちらが僕が Amazon のブラックフライデーセールで購入したレゴになります。ちなみにこの3つだけでお値段なんと1万1000円でした。ちなみにこちらは値引きなしで買うと約1万5、6000円です。これはめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、ということで今回の動画は僕が YouTube を始めて2周年の記念動画と Amazon のブラックフライデーで購入したレゴを紹介しました。冒頭でも話したんですけど、ここまで来れたのも皆さんのおかげなので、もう一度お礼を言います。ありがとうございます。これからもいい動画を出していきますので、今後もよろしくお願いします。今回購入したレゴも近日中に動画をアップロードしますので、楽しみにお待ちください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ